皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はチャット GPT に写真の基本を聞いてみた。はい、ということで皆さん、チャット GPT は使っていますか？今いろんなところで話題になっているので、使った方と、何それっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、私は専門家ではないので、気になる方はその詳しい方の動画を見ていただくとして、今回はですね、私も、使ってみて、それがね、どんな感想を抱く答えが出てくるのかっていうのを、検証していこうかなと思います。せっかくだから私が動画で出したものと同じテーマの質問をしてみて、彼ってこの AI がどういう回答をしてくるかっていうのをね、見てみようかなというふうに思います。では第1問目ですけど、ちょうどですね、1年前に出した私のカメラを買ったらまず覚えるべき超基本7項目っていう動画があるので、はい、これと同じね、質問をしていこうかなっていうふうに思います。はい、また結構ここで質問の仕方が大事っていうことなんでね、なるべくこうふわっとした質問じゃなくって定義をしてあげた方がいいっていうことなんで、なるべくそうなるように考えていきましょう。ですね、よし、こんな感じにしてみよう。じゃあカメラを購入したばかりの初心者です。何から覚えていいかわからないので、初めに覚えるべき7項目とその理由について300文字以内で教えてください。専門用語は極力控えてください。こんな感じで言ってくれ。どうでしょうか。じゃあ見ていく前にですね、私がこの動画で、言ったことっていうのをちょっと見ていきますか。私が動画で言ったことは、シャッターボタンの役割を確認する、ズームレンズの役割を確認する、再生の仕方を確認する、撮影モードを選ぶ、フォーカスモードを選ぶ、AF エリアモードを選ぶ、保存形式を選ぶっていうね、この7個私は過去の動画で紹介していました。で、じゃあチャット GPT さんの方はなんて答えたのかっていうのを見ていきましょう。で、じゃあ1つ目、カメラの持ち方、シャッターがブレないようにしっかりとカメラを持つ方法を覚えましょう。安定した写真が撮れます。まあこれもいいですね。いいと思います、持ち方ね。そして、写真の基本、ルールオブサーズ、写真を9等分し、被写体を線上や交点に置くを覚えて、バランスのいい写真を撮りましょう。あれですね、3分割法のことですね。ルールオブサーズって言うんだ、へえって感じですけど、これを7項目の中に入れるかっていうと、あとこれはカメラのことではないよね。この私は結構ポイントだと思ってるのは、カメラの使い方と写真のその理論とか、見た目の印象みたいなのって違うので、これはカメラを購入したばかりっていう、もう私の質問の仕方のせいのもあるかもしれないけど、カメラの基本ではないですね。これ写真の基本ですよねっていうツッコミ。はい、そしてシャッタースピード、速いシャッタースピードで動きを止めたり、遅いシャッタースピードでぼかしを表現できます。遅いシャッタースピードでぼかしを表現、ぼかしじゃなくてこれはブレのことを言ってるんですかね。この残像みたいに映るよっていうふうに言いたいのかな。ぼかしではない、かな。ちょっと日本語的なエラーがあるじゃないですかね。そして絞り値かっこ F 値が小さいと被写界深度が浅く背景がぼかされます。大きいと全体が鮮明に映ります。被写体と半径の関係を考慮して調整しましょう。もちろん私は写真のことを勉強しているから、この説明の仕方で言いたいことは汲み取ってあげることはできるんですけど、ゼロベースの知識の人が読んで分かる説明の仕方にはなってないですよね。だって被写体と背景の関係を考慮して調整しましょうってさ、考慮して調整するって何をどう考慮して何をどう調整するのって感じじゃないですか。なんかふわっとしてますね。そして ISO 感度、ISO 感度が高いほど暗い場所での撮影がしやすくなりますが、ノイズが増えます。適切な感度を選びましょう。これもふわっとしてますね。
まあ、そういうことなんですけど、もうちょっと、まあ、まあ300字以内でって言っちゃったんですけど、まあ、やっぱ300字以内で説明するのは難しいかな、ホワイトバランス、色の光の色温度に応じて色のバランスを調整します。自然な色を再現できるように設定しましょう。だからなんかまあそうなんだけど、別にホワイトバランスから一番最初に最初の7つとしてピックアップするのに、こういうことは私はピックアップしないかなって感じで、撮影モード、あ、これは自分も同じの入ってましたね。オートプログラム、シャッター優先、絞り優先、マニュアルなど、シーンにや技術に応じて選ぶことができます。各モードの特徴を理解し使い分けましょうということで、この基本的な項目を覚えることで状況に応じた撮影ができるようになり、自分のイメージをうまく表現できるようになります。まあやっぱりちょっと質問の仕方が悪かったかな、ふわっとしてますね。ということで、まあちょっと次に行ってみましょうか。ちょっと新しいものにしよう。じゃあ何にしようかな。じゃあですね、あ、これはじゃあ私今度動画を作ろうと思っているので、ズームレンズと単焦点レンズのメリットとデメリットみたいなものを聞いてみましょうか。それでちょっと動画の台本にしようかな。こんな感じにしよう。ズームレンズと単焦点レンズのメリットとデメリットをそれぞれ5つずつ挙げてください。どうでしょうか。はい、じゃあちょっと書いてきてくれるので読んでみましょう。1、ズームレンズのメリット。1、柔軟性。柔軟性ズームレンズはさまざまな焦点距離で使用できるため、シーンに応じて撮影ができます。柔軟性、なんかさ、言いたいことはもちろんわかるんだけど、柔軟性って言う？なんかワードチョイスがなんかしっくりこない気がしますけど、柔軟性って言ったら普通体の柔らかさっていうか、まあもちろんそうじゃなくてもなんか臨機応変に対応、まあまあできるっていうことなんだけど、なんか柔軟性っていうかな、なんかなんていうか、要するに焦点距離を変えられて便利だよっていうことですよね。それを柔軟性っていうかっていうところがまず違和感。まあ言いたいことは分かるんだけど、重量と大きさの削減、複数の単焦点レンズを持ち歩く代わりに1本のズームレンズで対応できるため荷物が軽くなる。まあそれはいいですね、いいと思います。緊急時の対応力、急な撮影状況の変化にもすぐ対応できるため、瞬間的なシーンを逃さずに撮影できます。まあこれはいいですね。まあ、緊急時っていうと、なんかまあまあ緊急時っていうのもなんかさ、ちょっと大げさな感じがしますよね。コスト効率、まあこれもいいと思う。コスト効率、まあまあ複数の焦点距離をカバーするため、単焦点レンズをいくつも揃える必要がなく経済的です。まあまあ、コスト効率っていう言い方するとなんかいかにもビジネスっぽいですけど、レンズ交換の手間削減、ズームレンズ1本で複数の焦点距離をカバーできるだけで頻繁にレンズを交換する手間が省かれる。まあこれもそう思う、よく私もそういう話をしています。そしてズームレンズのデメリット、画質、単焦点レンズに比べて光学的な性能が落ちることを取ることがあります。まあそうですね。重さと大きさ、高性能なズームレンズ、単焦点に比べて重く大きい場合があります。まあでもあれキットレンズとかだったらそうでもないんですけど、まあ確かに高性能なズームレンズって書いてありますね。で、明るさ、ズームレンズは単焦点レンズに比べて、明るいものが少なく、低照度環境での撮影に不向きな場合があります。まあでもこれはね、今のカメラはだいぶね、低照度環境でも撮影得意になってるんでね、まあ、なんとも言えないかなって感じですけど、ボケ味の違い、単焦点レンズに比べてボケ味が劣ることがあり、被写界深度の制御が難しい場合があります。なんかまあそうそれはそうですかね。そして価格、高性能なズームレンズは単焦点レンズに比べて価格が高くなることがあります。まあそうか、まあ、単焦点レンズもね、高いものは高いし、まあまあいろいろあると思うんですけどね。そして単焦点レンズのメリット、
ズームレンズに比べて光学的な性能が優れており、シャープでクリアな画像が得られます。まあこれはそうですよね。明るさ、大口径の単焦点レンズは低照度下での環境に適しています。うん、まあそうだね。コンパクト、ズームレンズに比べて軽量で小型であり持ち運びやすいです。まあそういうものが多いかな。そしてボケ味、被写界深度の性、ちょっとこれ止まっちゃったんで続きくださいって、続き、うん、ボケ味、被写界深度の制御が容易で美しいボケ味を実現できます。これにより被写体と背景の分離がより効果的に行えます。うーん、まあこれはさ、本当単焦点レンズじゃなくてもその背景との調整みたいなことができれば、別に単焦点レンズに限らず可能ではあるので、なんかまあこのことも間違いではないんですけど、なんかすごいちょっと見かなんていうか、口頭で言うんだったらもうちょっとなんか言ってあげるかなっていう感じなんですけど、まあ一応はそうだよねって感じで、価格、高品質な単焦点レンズでも同等の性能のズームレンズに比べて価格が手頃の場合があります。まあ確かにそれはそうかもしれないですね。で、単焦点レンズのデメリット、柔軟性の欠如。出た、柔軟性柔軟性ってなんかまあ柔軟性なんていいのかな。固定の焦点距離しか使えないため、シーンに応じてレンズの交換が必要になります。まあそれはそうだよね。重量と大きさの増加、複数の単焦点レンズを持ち歩く必要がある場合、荷物が重くなります。まあそれもそうだよね。緊急時の対応力の低さなんか救急隊員のマニュアルかみたいな、なんかあれですけど、撮影状況が急に変わった場合、焦点距離の変更に対応できず瞬間的なシーンを逃すことがあります。まあそういうことだよね。それはそうだと思います。コスト効率、複数の焦点距離をカバーするためにはいくつもの単焦点レンズが必要になり、結果的にコストが高くなることがあります。まあそうですよね。レンズ交換の手間、シーンに応じてレンズ交換が必要になるため、撮影中に手間がかかることがあります。まあそうですねっていう感じで、なんかもちろん間違いではないけど、まあだからさ、やっぱりそれは写真全般でそうだと思うんですけど、結局写真っていうのはこう写真なわけじゃないですか。ビジュアルなんですよ、こう画像なんですよ。だからそれを言葉でどんだけ説明してもちょっと限界があって、なんかその写真っていうのはそのズームレンズか単焦点レンズかっていうのもそうなんですけど、いろんな要素でこう一枚の写真が完成されるわけで、そのもちろんズームレンズと単焦点レンズだったらこういう違いっていうのは言葉で説明するとこんな感じっていう部分もあるけど、結局そのできた時の写真がそういう風になったのがズームレンズか単焦点レンズかの違いっていうことじゃなくて、別の影響でなんかそこの今話したところと矛盾する結論が出る場合もあるよっていうことなんですよね。でそれをやっぱり自分 の体験を通じて、あこういう風になるんだっていうことを理解していかないと、なんか結局いくらこういうものを読んでも、なんていうか、やっぱり参考程度にしかならないんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、ただ、まあ、私が、これからさ、このあとズームレンズと単焦点レンズのメリットデメリットっていう動画も本当に作ろうかなと思ってるんですけど、そのなんていうか下書きとしてはすごくいいですよね。なんだろう、自分で足すとしたらどんなことを足したいかな。自分で足したいこととしてはそうだな、ズームレンズのデメリットのところに何にも考えないでくるくる回す癖がついてしまうみたいなところは一個言いたいかな。焦点距離による違いっていうことをあんまり考えないまま、ただ大きく撮りたいから小さく倍率を変えてしまうみたいな、そういうことになってしまって、ただでも本当は自分が移動するっていうね、ことをできるわけで、なんかそういうところの説明をちょっと足したいかな。まあだからあとは実際自分ができることとしては、ちょっと今ちょっと写真用意できないんですけど、
撮った写真、自分は写真を撮ってるんで、その写真を見せながらこんな風に違うよねみたいな話とかができるかなと思うんですけど、あとはだから多分その撮った写真を見てればなんかこの時こんな感じがあったなみたいなことを多分思い出せるとかあると思うんで、そういうことはできるかなっていう風に思いました。はい、すごいね、すごいすごいすごい、皆さんも使ってみてください。まあ、ということで、まあ、私の今後の動画では本当にその参考にはすごいさせてもらうかなって思いますけど、まあ、自分がやらないこととしてはこれをなんか丸流用まるっと流用、こうただもう出てきたものを何にも考えずに右から左に流して、例えばここに作ってもらった台本を読み上げるだけみたいなことはさすがにしないと思います。だってやっぱりなんかツッコミどころはあるし、自分がやってきた経験とか自分が見てきた風景とか自分が感じてきた思いみたいなものは、それはさすがに自分の中にしかないわけで、それを言えるのはきっと私だけだと思うので、なんかわかんないけど、そういうものができるプログラムもできちゃうかもしれないけど、と思うので、まあとりあえず、まあ分かんない、もっと未来は分からないですけど、今のところ自分ができそうなことを、AI の力も借りつつ一緒にやっていくっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかなって今思うので、はい、そういう感じでやっていこうかなっていうふうに思います。まあでもそうですね、写真の質問をすると割とふわっとした回答が返ってくるので、まあちょっとチャット GPT に聞くより渡辺亮さんの動画を見た方が信頼できるなっていうふうに言ってもらえるように、頑張っていきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったよと思っていただいた方は高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。今回の動画を見てみて、渡辺亮さんの話が結構好きかもしれないっていうふうに思っていただいた方は、私オンラインサロンっていうのもやっていますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。